今回はあなたはプロテインでは痩せないについて説明いたします。最近プロテインダイエットが流行っています。スポーツジムに入会するとプロテインプレゼントとかプロテインサーバーなんていうのもあります。ではプロテインって何で必要なんでしょうか。プロテインだけ飲んでどんどん痩せてる人いますか。おそらく途中で止まっている人が多いと思いますが、それを停滞期だからって思っていると必ずその後体を壊し太ります。そうさせないためにあなたは一生運動を続けなければいけません。あれ？これってスポーツジムの罠？なんて思った人は賢い大人です。今回はプロテインで痩せないタイプとその理由を説明いたします。タンパク質痩せると思っている人もこの動画を見ると大変有用な知識を得ることができます。ぜひ最後までご覧になり、プロテインダイエットの本当の意味とこのポイントや必要量や注意点、他の食事のことにも触れながら有効なダイエットの糸口にしてください。とは言ってもやはり個人差はあります。美や健康についてきちんと取り組みたい方は概要欄にユリシードの URL があるので一度私にお任せください。脱ダイエット塾、あなたはプロテインで痩せないということでですね、今日はねドドンと9個の項目を用意しました。1つ目プロテインって何、2つ目プロテインのメリット、3つ目プロテインダイエット、4つ目運動すると痩せる、5つ目タンパク質だけで痩せる、6つ目プロテインで痩せる人の特徴、7つ目プロテインの必要量と他の食事、8番目プロテインで痩せない人の特徴、9番目痩せない人がすべき10の方法です。かなりいっぱい盛りだくさんで言ってますけども、冒頭いきなりですけども、あなたが大して運動もせずにプロテイン飲んで痩せようと思ってるんだったらプレミアムミート液を飲んでください。その方が何倍もあなたのためになります。美と健康を生業とするモデルさんや芸能関係者などすでに多くの方がそれを始めています。でも彼らはこれを誰にも教えません。なぜなら希少性が高いので高価なのはもちろんなんですが、何よりも効能が高い商品だからなんです。みんな内緒にしたいですよね、こういうのはね。日本成人病予防協会推奨品のプレミアミント液、腎臓ケアやデトックス能力の向上、低血圧やリバウンド防止、むくみ、肩こり、骨盤の歪み、目のクマ、最近太ったな、最近痩せにくくなったなって方に絶対おすすめです。詳しくは概要欄をご覧ください。お安く購入ができます。では始めます。1番目プロテインって何ということでございますけども、英語でタンパク質って意味です。一般的にはタンパク質を主成分とした栄養補助食品のことを日本ではプロテインって呼びますね。種類は主に3つございます。ホエイプロテイン、これは乳製から製造して吸収が早くて筋肉への供給が早いということで一番重宝がられているのがホエイプロテインです。その次がソエイプロテインですね。これは大豆から製造している植物性タンパク質を含むということでソエイプロテイン、そして3つ目がカゼインプロテイン、これは牛乳から製造しています。吸収が遅くて長時間の供給が可能というふうに言われていますが、ただねカゼインっていうのはね、僕の動画でも結構触れてるんだけど、牛乳の関連動画とかありますけど、カゼイン問題っていうのが残るんですね。これ何かっていうとね、過剰摂取は禁物だってことなんですよ。だからね、結構プロテインの人ってみんなプロテインばっかり飲んでるんで、このカゼインプロテインをね過剰摂取するのあまりお勧めしません。アレルギーリスクや中毒性があったり腸の炎症を起こすことが多いんですね。もともと免疫力向上とか筋肉分解抑制というメリットもあるんで、絶対カゼインプロテインがダメだっていうことじゃないんだけど、長期的に摂るのは僕はあんまりお勧めしません。2番目プロテインのメリットございます。1番目がまずね、筋肥大のサポート、筋肉を増強させるという意味でね、筋トレ後の筋肉損傷後筋肉はより強く回復しますね。これをね超回復って言うんだけど、なんか聞こえがいいよね、バーンと大きくなるね。でもそのためにタンパク質を必要とするんです。要するに筋繊維を補修するためにタンパク質が取り付いて、そこからね、実際にアンモニアとか出すんだけど、そうやって修復していくとちょっと太くなるよっていう話なのね。で同時にアンモニアを生成するので排出力向上をしなければいけません。アンモニアって有毒なので体に溜めとくといいことは一つもありません。なので
ておしっこで出すことになります。でタンパク質の摂取量が多いと腸内に窒素が増えるんですね。この窒素とかね、実はね悪玉コレステロールとかのね餌なんですよ。窒素をたくさん取り込むと腸内フローラの悪化につながるので、あんまりね本当は取りすぎちゃいけないって言われてるの。2番目、ビタミンやミネラルの補給に関して言いますけども、もともとプロテインっていうのはタンパク質だけを 100% 食べてるわけじゃなくて、ものにもよるんですけれども、例えばその含有量の3分の1がタンパク質で、他はアミノ酸とかいろんなのが入ってるのもあれば、もっとプロテインの純度が高いのとかもあるんで、それはまあメーカーさんのやつを見ていただけたらいいんですけども、このプロテイン商品は他の栄養素も混入しています。食事で補えないものを補助的に利用するという意味で、ミネラルやビタミンを補給するためにプロテインを補助的に飲む。だこれだけで OK じゃなくて、これにサラダとかこれに食事っていうのはありだとは思うんですけれども、まあ、これだけで今日は OK みたいなのあんまり僕はお勧めしません。3番目プロテインダイエットでございますけれども、ダイエットにつながるのっていうみんな期待して飲んでますが、結論つながりません。プロテインダイエットだけ飲んで痩せる人はほぼほぼいません。まあ最初の3キロぐらいはあるかな。タンパク質のみを摂取すると一時的な体重減があるってことはそのことなんですね。その後減少は止まり、イカ作用によって太り出します。イカ作用って何って関連度がありますけれども、イカ作用っていうのはつまりタンパク質だけを取り続けていって糖質や脂質がなくなってしまいますと、体の中でもちろん糖質が一番最初に燃え出して脂質がその後燃えてきてっていうのはみんな知ってると思うんですけど、そうするとタンパク質が最後で燃えないと思ってるからみんな痩せると思ってる。あれ嘘だからね。タンパク質もちゃんと最後燃えます。タンパク質がだんだん燃えて、これがイカ作用になります。その時にね、じんとぶっ壊しながら燃えるのよ。本当にね良くない。結局イカ作用なんかを利用してどんどん痩せたりとかマッチョになってる人たちって結構早死にする人が多いんだけど、それがね原因じゃないかとまで言われています。ですので皆さん本当に気をつけましょう。あくまで日常のタンパク質不足を補うためだったらいいですよってことでですね、原則は食品で補ってください。どうしても飲みたい方います。そんな方はバランスの良い食事を摂取して、その補助で利用する分にはいいですよ。飲むタイミングはいつでも OK です。ただし量に注意してください。量に関してはまた後で説明しますので、よかったら参考にしてください。4番目、運動すると痩せるんですかっていう人がいます。1番目、プロテインと筋肉の関連は前述の通り丸です。筋トレをするときにプロテイン飲むってことは OK。だけど筋トレが痩せるのかというのには疑問が残ります。なぜならば大きな筋肉を鍛えることが痩せることではないということですね。ボディライン形成には筋トレは必要なんです。それは私もいいと思います。脂肪を燃焼させるために筋トレはあまり良くありません。どちらかというと有酸素運動とか運動の方がずっといいですね。ということでメリハリをちゃんと考えなきゃいけない。何でもこれやったら OK ではないです。2番目プロテインと運動の関係は痩せる相関関係がないんです。実はね、ただし運動や発汗によるミネラル不足は補えます。つまりタンパク質よりも他の栄養素が大切なんですね。痩せるんだったらバーンとかあったでしょ、アミノ酸のね、ああいうの飲んでから脂肪を燃焼させるとか、あっちの方が全然効果がありますから、脂肪燃焼の方はねあっちのアミノ酸系飲料にしていただいた方がよろしいと思いますよ。注意は下半身は運動しても痩せないかもしれません。それは ATP という物質が下半身に行けば行くほど脂肪細胞の中に少ないからということなんですね。これもし分かんなかったら足痩せの脂肪編っていう動画がございますので、よかったら見てください。そして運動だけでは痩せない人がいらっしゃいます。参考動画ありますので、筋肉編とかもありますので、よかったら見てください。5番目、タンパク質だけで痩せるんですかっていうんですけれども、これね、いろいろね、目標数値によって変えました。1番目、4キロぐらいの減量を目指す方、痩せる可能性あります。食生活を見直せば、すぐに4キロぐらい痩せれますよ。2番目、10キロまでの減量を目指す方、結論、プロテインだけでは無理なんで、生活全体を見直しましょうねっていうことですね。ついついとか、うっかりとか言ってる人たちは10キロ痩せることはできません。それから10キロ以上を減量を目指す方、もう完全に生活見直してください。もう完全にね、脳構造を見直さなきゃダメです。例えばですけど、僕の場合夜中、お腹すいたな、ラーメン食べよう、
お腹すいたな、それじゃ太っちゃうからサラダで我慢って、こういう風になりますよね。でもね、モデルさん違います。あ、お腹すいたな、どうしようかな、あ、サラダ食べよ、食べて、サラダで我慢とも思ってなければ、サラダが辛いものとも思ってないし、ラーメンなんて頭にも浮かんでません。で、普通に食べてるんです、とね。そういうところの脳構造の違いですね。もうちょっと腹立つのは、モデルさんはね、夜中にラーメン食べても痩せてますから、あいつら何考えてるんだろうなと思いますけどね。ほんと不思議なもんですけどね。まあそういうようなことでね、皆さん脳構造を変えていかなければ10キロ以上は痩せません。ちなみに私は腎臓ぶっ壊して44キロ体重を4年間で増やしましたけども、その後普通にダイエットなんか一切しないで、今22キロ痩せました。6番目、プロテインで痩せる人の特徴でございます。とは言っても人によっては痩せるんですね。まず一つ目、筋肉質の方、特に男性です。男性はプロテインで痩せることがあるんです。男は黙って筋トレっていうことですね。それでいいと思います。2番目、バランスの良い食事をして小食の方ですね。同じものを食べてるっていう人はダメです。毎朝同じ、毎日夕飯もこれって同じも食べてきたらね、栄養のバランスが整わないとダメですね。なんでそういうことするのってね、楽だからとか忙しいからとか、それしかできないとかみんな言い出すんですけど、楽してるだけっていうところをまず再認識しなさい。どんな理由があるか、会社の責任書が何なのか勝手だけど、とにかく自分は楽してんだよ、それやってる結局ね、っていうことでございます。厳しい方ですけどね。7番目、プロテインの必要量と他の食事についてご説明したいと思います。まず1番目、日本人の1日の必要摂取量。これね、以前の関連動画でね、身長別で説明した動画があったと思うんですが、今回採用したのはちょっとね、簡単にしたかったんで、厚生労働省を設定しました日本人の食事摂取基準2020年度版から引用させていただきました。男性18歳から64歳はもう 65g、 男性65歳以上は 60g、女性はもう年齢問わずもう 50g、 かなりざっくりですけどね、こんな感じになってます。もしね、身長別も見たいなっていう人はぜひ関連動画見てくださいね。これらは1日に失われるアミノ酸を補うためにということでございまして、失われるアミノ酸の量から算出したということで、まあ体重とか身長とかそういうところからではございません。運動量が多い、体格が大きい、妊娠中や授乳中の方はこれよりも多めの量が必要になりますので、皆さん注意してください。基本は肉、大豆、野菜で摂取しましょうね。プロテインは万能ではありません。メーカー推奨値っていうのはあるはずです。1日1回を目安にっていうことが書いてると思うんで、それをね、もうプロテインばっかり飲んでればっていうのは本当にやめていただきたいと思いますね。タンパク質の過剰摂取は先ほど言ったように異化作用などを起こして腎臓をぶっ壊しますから、本当におやめになってください。8番目、プロテインで痩せない人の特徴でございます。1つ目、プロテインだけ飲んで何もしない人でございますね。プロテインは痩せる魔法ではございません。2番目、楽に痩せようとしている人ですね。そもそも楽を選んでるから太るんです。ぐさって僕が来てますけどね。3番目、何かを努力すると何かをしなくなる人ですね。プールウォーキングしたら犬頭皮飲まなくていいですかとか言う人いて、どうしてそういうことになるのか分かんないけど、別にプールと犬頭皮は別に歩くのと飲むだけだから関係ないでしょって話なんだけど、例えばだけど A というサプリと B というサプリっていうんだったらまだ分からんでもないけどね、そういうところの感性がある人って基本的にあまり痩せません。4つ目、ネガティブ思考な人。明るい未来のために頑張ってるのに、もうずっとね、先生これ飲んだらなんかリスクないですか、これ飲んだらやばいっすよね、これ飲むと私ダメなんですよ、嫌いなんですよ、こういうのとか言ってるんだったら、もう痩せんのやめなさいもんって話です。前に進みたいのか後ろに行きたいのかどっちなのっていう人たちいますけど、まずやってみる、それから考える、そういうことが僕は大事なことだと思っています。9番目、痩せない人がすべき10の方法でございますね。ざっくりいきますよ。1番目、プロテインより食事の内容を考えましょう。プロテインはあくまで栄養補助食品なので、きっちり体の中にいいものを取り込んで、それで体は作られていきますから、皆さん間違えないようにしてください。2番目、筋トレよりも運動を重視しましょう。部分的には筋トレもありなんですけれども、脂肪燃焼で痩せるっていうことになってくると、それはやはり運動が一番でございます。まあ運動に関してはお部屋の掃除とかそういうのも運動です。ちょっと歩くとか、なんだか跳ねるだ飛ぶだとか、そんなことばっかじゃなくてですね、日常をちょっと掃除をきれいにしていこうっていうのでもありなんで、私はよく1トイレ1部屋っていうふうに言うんだけど、毎日トイレは絶対掃除する、それからプラス1部屋は掃除するっていうような感じがおすすめだと思っています。3つ目、
特別な努力より日常の工夫です。先ほども言ったのの続きになりますけれども、必ずね努力すると疲れちゃうの人間で、だからね工夫をする。例えば物干し竿を10センチ高くすることによって腕をこう上げることによって二の腕を鍛えるっていうのは別に鍛えちゃいないんだけど、日頃やってることを毎日繰り返すってことが大事なんで、そういうふうにしてみるといいかもしれません。私はこうやっておへそをへこました状態で息を止めないで普通にこうやって話をするっていうことをいつもやってたら、本当に体幹が強くなって普通にこうやって話ができるようになりました。4番目、何かすればすぐ結果が出ると期待しすぎないこと。毎日体重計乗ってるやつは基本ダメです。月一遍にしてって話なんだけど、すぐ結果が出ると思ってるやつね。それから5つ目、 A ができないやつは B もできないと知ることです。とにかく手段の選択はしないこと。まずやってみて、これがやれない、これがやれないとか言ってるやつは基本何にもできません。仕事と一緒です。厳しい方だけど、自分のためですから、お金かける、時間かける、何かけるって何でもいいんだけど、何にもかけないやつはもう論外です。6番目、自分に甘く楽をしようとしない。これもさっきの続きになっちゃいますけど、ね、楽という罠の本質を知ってほしいんです。なぜ人間は楽をしたいかってことなんです。商売とかやってる人たちはみんなわかるんだけどね、お客様を楽させようって言って人を呼ぶっていうことをするとよく集客ができるって言いますけど、私たちのところでもよくそうなんですね。楽して痩せましょうとか楽々ダイエットとかってみんな来るんですけど、うち来ると違いますね。お客さん見た瞬間、君これで痩せれると思うってこう言っちゃいますね。そうじゃないお客さんもいますよ。でもね、本当に1回目はガツンとやった方がいい人たちやっちゃいます。だから来ない人もいます。でもね、来てるお客さん80から90% の方は卒業されてるっていう、なんでかって言ったら、みんな自分でやることを覚えて自分でできると分かって卒業するんです。でみんなちゃんと痩せてます。ですのでね、本当ね、よかったら皆さんね、うちのホームページとか見てもらった感じで本当痩せてる人いっぱいいますので見てください。7番目、めんどくさいことから手をつけるってことですね。最後は結局やることになるのよ。最初からめんどくさいことやんなさいって話で、それこそダイエットで一番時間かかるのって多分だけど、プレミアムイート飲んで腎臓作ることかな。それからやった方がいいよってことです。8番目、体で起きている事象をしっかり理解するということでね、医師とか整体師も信じちゃダメです。基本的に痩せるっていう専門の医師とかってダイエット専門の医師とかいるけど、本当なのかなと思うぐらい理論が破綻してる。僕からしたら全然、だって自分の世界でやっちゃってるんだよ。いろんなとこの情報とか聞いてないし参考にもしてないっていう人たちがいらっしゃるから、それもダメ。こういうものに関して言うと、ちゃんと自分できちっと研究して自分でエビデンス持っていてきちっと自分の論理でやってるってんだったら、それは僕と論理が違ったって、これはしょうがない。はっきり言って、これはそんなの100年後の人類が合ってるか間違ってるか決めりゃいいことで、これはバチンコぶつかってやるのも僕も正直勉強になるから、ぜひ教えていただきたいって思う立場でお話をするんだけど、上からガツンガツン言ってくるやつがいるんだけど、僕そんなやつもう全然話しきれない。もうだったら自分の理論持ってきてから言えるんですね。じゃなきゃ自分で YouTube チャンネル開いてやんなさいっていうふうに言いますね。9番目、どう痩せるかではなく、なぜそうなったか。これ源流主義っていうんだけども、これトヨタが実は車作りの時に昔言ってたんだけど、この源流主義、なんでこうなっちゃったかっていう大元をたどりましょうっていうことなんですね。川が汚れてる時に、川が汚れたって別にパッと汚れたわけじゃなくて、上見てたら生活雑排水や工業排水をしているアホがいるわけですよ。このね、自分たちの生活を見直した時に、この太る原因っていうアホがいるのを止めない限りは、一生懸命ダイエットしたって何やったって無駄だってことを気づいてほしい。だから自分でダイエットここにお金や時間かける前に、まずここを止めることを始めなければ皮は一向にきれいにならねえぞっていうことでございます。最後に10番目、痩せるを体重で考えちゃダメです。細くならないと意味がないんです。ボディライン優先なんです。体重が何キロとかって僕話すと、何でも何キロ何キロ体重のことばっかり言ってる人いるけど、その人は正直言うけど、頭悪いのかいって話になっちゃうね。皆さん体重のこと気にすることは分かります。でも僕実際にお客さん持ち上げてこうやって施術ってやるんだけど、その時にね、同じ見た目の細い体型の人でも持ち上げたら 4,5 キロ重い人ってザラにいるんですよ。それはね、骨密度とか筋密度とかいろんなことがあるの。だからね、重いとか重くないとかって自分の世界でそれでいいけど、他人と比べたりとかしてない。だから結局自分の中でボディラインが細くなって見えるかってことが本当は一番大切。北川景子は体重100キロだって綺麗で細いんです。わかりますよね。そういうことでございますので、とにかくね、皆さんね、お願いです。プレミアムの時に飲んで、まず自分のボディラインを整えるためにまず腎臓をケアしてください。そこがまずスタートラインだと思っていただいてももう過言じゃないよ。最近みんな本当にね、体腎臓がもうみんなボロッボロだから、早くね、本当手をつけた方がいいと思います。これからもこのチャンネルでは健康や美について追求し、ダイエットや腎臓のことなども触れながら、皆さんに有用な情報を提供していきたいと思います。
私は今まで4万人の女性を細く綺麗にしてきました。皆さんの気持ちはよくわかります。専門的な立場で解決できますので、綺麗に痩せたい方、答えてほしい質問や感想などございましたらコメントに書いてください。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。